山木先生、お疲れ様です。お疲れ様です。目指せ部長就職活動、これから会社を選ぶあなたに戦略を構築する前の業界研究ですけども、今日は IT メディアの AI 業界プリファードネットワークですよね。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。業界研究 IT メディアの中の AI ですよね。 AI の中の今日は3社目になりますプリファードネットワークという会社、ちょっと見ていきたいと思います。はい、いつものようにね、まず理念からということで、はい、我々はということで、この最先端の技術を最短路で実用化するということで、このねビジョンとしてね、現実世界を計算可能にすると自分たちの手で革新的かつ本質的な技術を開発し、未知なる領域にチャレンジしていく、まあ、そんなような話なんですよね。でもちろんこれ AI が中心だってことなんですけど、でとにかくテクノロジー強みとして、自分たちにしかできない、しか現実できない技術で世界に貢献するということで、まあ、この下に書いてありますけど、いわゆるその AI の中の機械学習のね、まあ深層学習というテクノロジーがコアとなっているということなんですよね。で、この行動指針というかね、いうところにモチベーションドリブン、熱意をもとにと、ランオアダイ、そうですね、死ぬ気で学べ。すごいですね、これ。すごいですよ、これ。すごいですよ、これね。誇りを持って、しかし謙虚にね、プラウドバッハンブル、あとは誰もしたことがないことを大胆になす、まあ、そういうようなね、もうこれ非常にこうチャレンジングやこうやる気の塊みたいな、そんな感じですよね。はい、まあこう、まあ、すごくまあいい感じだと思うんですけど、これあのね、どんな会社かっていうことで、まず未上場ですね。ですからね、非常に情報が限られてました、今回も。はい、創立が2014年ですから、約8年前。でこの西川さん、岡田原さんっていう人が、まあ、こう引っ張ってるんですけど、このね西川さんって人がキーですね。うん、で資本金が80億で、売上がこれ2021年度で84億円なんですけど、なんとね赤字です。お赤字、はい、ただね、ただ赤字なんですけど、従業員300人で、なんとですね推定時価総額が3500億円以上と言われてます。うん、これね、ちょっとすごいですよね。これまたちょっと後で見ていきたいと思います。はい。はい。で、先ほども言ったようにね、この2021年度84億円、まあ10億円の赤字ということなんですけど、それ以前のね、経営数字がないんですよね。うん、でこの売上、だから売上どういうふうに伸びてきたかってよく分かんないんですけど、一応ね7期はねこういったこう官報でねこういったのが発表されていて乗っかってます。これ確かに84億円でね、営業利益10億円マイナス、経常利益も経常損失ね10億円ということになってますということなんですよ。ところがね、調べていくと、この、ね、時価総額が3500億円以上って言うんですけど、東証マザーズ、すでに上場してる会社でね、実は3000億円を超えてる企業って実は4つしかないんですよ。おだからこの時価総額3300億円っていうのがもういかにするかですよね。しかも非上場なのに、どこから株を集めてるんですかね、株の株主を。これがね、これが結構あれなんですよ。これがね、国内のスタートアップの想定時価総額ランキング最新版とかって、これがね、すごいでしょ、これ3500億ですよ。うん、トップですね。うん、はい。で、なんとですね、累積資金調達額も170億円。だから、うん、これね、すごいんですよ。ちょっとすごいですよね。すごいですね。うん、で今資本金が80億円じゃないですか。で3500円だから、はい、これだけでもすごいですよこれね。もうこれ80億円の資本金で今3500円ですよ。転売がどこじゃないですかこれ。そうですね。はい。というまあこのものすごい会社ってことなんですよ。うん。でね、これまあ何がすごいのかってこういろいろまあ調べていくと分かってるんですけど、まあ、まず事業内容を見ていきましょうね。はい、事業内容何やってるかっていうと、まあ、AI なんだけどもね、これいろんなことやってるんですね。まずね、自動運転に関する技術開発、あとは人間の生活空間で仕事するロボットの開発、あとですね、この深層学習を用いたオミックス解析、医療画像解析、化合物解析、あとイラスト漫画アニメーションへの深層学習応用。これものすごい幅が広くないですか。すごいですね。すごい広いんですよ。うん、でしかもね、いわゆるこのディープラーニングワークフレームの、ね、チェイナー、これね、いわゆるオープンソースの AI の基礎となるようなプログラムを公開したりとかね、うん、
これディープラーニングの専用プロセッサー、これねプロセッサーハードまで作ってるんですよ。うん、はい、でしかもこの深層学習の教科学習アプリとかその何教育にも熱心、これねものすごい幅広いし、いわゆるその AI を用いてアプリを開発するその前の AI のソフトウェアそのものもちゃんと提供してるし、しかもそのソフトウェアそれを走らすハードウェアも開発してるんですよね。これねすごいんですよね。でね、まあ、それいろいろこうホームページを見るといろんな分野にやってますよっていうのがこれになってます。だから、まあ、AI の応用、 AI ソフトの改良、そのあとはいわゆるその AI に特化したチップの開発、はい、専用のプロセッサー、こういうのもやってるんですよ。だからねこんだけ幅広いことにいろいろとやってる会社なんで、まあ、推定時価総額がすごいことになってると、まあ、いうのの一端ですよね。であとね提携先協業がこれがねまたすごい、パッと見るとねトヨタ、ファナック、国立ガンダム、NTT、はい、NPEA、DNA、マイクロソフト、日立製作所、三井物産、JXTD、すごくないですか？すごいですね。何者なんですかね、この会社は。でしょ？はい。で、まあ、これ、あの、歴史ですね。もう、2014年やって、NTT、トヨタね、の、要はフレームワークを公開して、ファナック、NVIDIA でしょ？ね、トヨタ、マイクロソフト、それからお絵かきソフトのアプリ、ね、それからトヨタから100億円、みずほから20億円、ファナック、との間で合弁会社、うんね、あとこの DNA との間で血液でがんを測定するシステムを開発してそれを売っていくっていうようなそういった会社をやってますね。それからまあ日本ベンチャー大賞で安倍さんと握手してる写真もありましたし、うん、あと JXTG ホールディングスで N と10億円の資金調達ねみたいな、こんな感じで、まあ、最近のこのメディアの中でこんな会社とやってますっていうことでね、まあ、ここにはない例えばねシスコとかね IBM とか、うん、インテルとかすごいですねみんなあとあのアマゾンとかもやってなんかねすごいですよこれ。すごい中小企業っていうか中小企業とはどうなんですかね、大企業なんで。いや、まあ、ベンチャーだからまだベンチャーだからね、中小企業だからまだベンチャー中小企業の前だからね、スタートアップだからまだこれ。どういうあれなんですかねこれね。っていうことなんですよ。はい。ね。